はい、どうも皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。 ECRF の料理長です。今回なんですけども、この格納庫を使ってバトルに行ってまいりました。バトルは全てで2戦ございます。その中でも今回注目していただきたいのが、この一番右にいるタイフォン、ジョータイフォンですね。ジョーの射程距離は 350m で戦う近距離武器となっております。モジュールの方はイミュアンプを2つ、ヌクアンプを1つ、僕の動画では2つ出してるんですけども、ハイスピード大砲、足を速くした大砲ですね。でパイロットの方はホリクシーを使用しております。ゴーストもつけてるので、本当とにかく足が速い、めちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ弱いってわけではないんですけど、足が速くて楽しい、これのために、楽しくて使ってるような感じになっております。で今回の中ではその他の注目としては、そうですね、このブリッツ、クローブリッツかなと思ってますね。モジュールの方はラストスタンド、アンコン、ヌクランっていう感じですね。結構よくあるモジュールの組み合わせかなと思います。パイロットの方はトリクシーを使っております。構成はこんな感じで、そうですね、特に目立ったところもないって感じなんですけど、使っててちょこちょこ動いて楽しいっていう感じなんで、使用しているっていう感じですね。あとはそんなに長生きはしてないんですけども、このレブランとかモジュールの方はイミュアン2つつけて、抜くんですね。イミュアン2つ付けのレブランとはそんなに動画出してないんで、気になる方は注目していただければと思います。パイロットの方は、トリクシー、構成の方はこんな感じで耐久ぶりにしてますね。なのでパイロットは結構、トリクシーを多く使っております。でドローンに関してなんですけども、タイフォンはリーク、リペア焚いた時に良くなるよってでブリッツはこんな感じで、リペア焚いたら硬くなるって、三角の方はこのオンダメージディルド、ダメージを蓄積して与えていけば追加ダメージが上がるっていうようなチップですね。これをつけております。結構耐久に心配があるんで、僕はペルセポルを使ってるという感じですね。レブナントに関してはパトロン、アングラーに詰められた時にも対応できるというところで使用しております。ではバトルの質問ございますので、ごゆっくりご覧ください。どうぞ。
ートルの方はどげんやった？コメント待っとるけん。またねー。